気づけばラス前だ。これは見なくちゃもったいない。記憶の天才レイコが俺のことを師匠だと。よし、面白い授業をしてやる。生徒の瞳はダイヤの原石、それを見抜くのが電波教師加賀美純一郎。やりたいのは教師なんかじゃないはずだ。簡易型空間湾曲転移ゲート発生装置、通称どこでもドアの製造にある。どこでもドア開発を自由に指揮していただきたいんです。教師やってても面白くないでしょ。あなたは教師加賀美純一郎の意味が分かっていないので、クビにすると言っているのです。せめて連絡くらいよこしなさいよね。本当に一体どこ行っちゃったのよ兄は。あ、県外。まあいっか。おーす。おー純一郎、おはようございます。兄、おはよう。キレッキレ。バッキュー。相変わらずだな、太田教師。加賀美くん。あ、ヤマト。いつもの冷た。夢か。はい。あはい、ドクペ。ああ。やったー！やったー！イエーイ！みんな、聞いて！加賀美先生が正式に私たちのプロジェクトに参加してくれることになりました。よろしく。ここに私は宣言します。我々はセルムに先んじて神の粒子といわれるヒックス粒子を発見し、どこでもドア開発で世界のトップに出ることを。世界のトップに？マジっすか。第一班は LHC で陽電子衝突実験、第二班は粒子加速器回して、第三班はデータ解析急ぐ。了解しました。おお、燃えてんな。あら、もしかしてビビってんのかしら。あの頃は毎日こうだったじゃない。違いねえ。無茶な目標に無茶なリーダー、それに付き合う無茶な連中か。よし、俺も久しぶりにやったらぜ。あらあら、俺も混ぜろ。もちろんです。やべ、もう朝か。
ごい、やったね鏡君。ではそーっと。やっぱ徹夜明けのドクテは最高だな。久しぶりだぜこの感じ。あ、楽しくてたまんねえ。はずだ。それはあなたがもうどこでもドアを必要としていないから。少なくとも教師よりここの方がずっと俺向きだっての。本当に兄はどこに行っちゃったの？ん？え、まさか。鈴音さん、理事長。加賀美先生は無事です、ご心配なく。え、では失礼。あ、ちょっと待って。無事です、ご心配なくって言われてもね。おお、おはよう。紹介するわ。ん？一日体験入所者の無郷玲子さん。はあ？鏡？おう。お前が鏡純一郎か？え？いきなりだな。おい、俺のこと知ってんのか？ヨミが言ってた。ヨミ？ヨミって誰だ？なあ、仮にも極秘の研究施設のはずなのに一日体験入所っておかしくねえか？ええ、ものすごくレアなケースよ。普通ありえない。しかも昨日急に依頼があって、どこからの紹介なのかも明かされないまま許可が下りたわ。まるで何か裏で大きな力が働いているのかもなんてね。鏡。はあ？鏡、もう飽きた。はあ？飽きたって、お前一日体験に来といて何言ってんだ？だって玲子は黄泉に言われて来ただけで、あんな機械に興味ないし。あんな機械って、あれはね、どこでもドアを作るために必要な機械なのよ。あら、興味出てきたでしょ？どこでもドアって何？何？お前マジか！あの漫画を、あの二足歩行猫型ロボットを知らないだと？漫画？絵と文が一緒に印刷された子供向け読み物のこと？そうだ。興味ない。どうやらお前はちゃんとした教育を受けていないようだな。かわいそうに。ああ、実に不憫だ。日本人、いや人類として、あの漫画を知らないのは許しがたい。来い、俺が教育し直してやる。いいか、食い物の食わず嫌いはともかく、漫画の読まず嫌いは許さん。そいつを全て読むまでこっから出るなよ。あいつのせいですっかり予定が狂っちまったぜ。ヒッグス粒子の公式、明日までに仕上げないと。あ、やべ、2時間も寝ちまった。
何やってんだお前。あの漫画全部読んだ。面白かったよ。レイコもどこでもドアに興味が出てきたよ。え？2時間足らずで全巻読んだのか。あんな面白い道具を現実に作るなんてワクワクするよ。だからレイコも混ざる。っていうかお前なんでそいつ動かせるんだよ。さっき見たから。え？レイコには一度見たことは何でもできるって特殊能力があるの。ヨミの言った通りだった。鏡は面白いことをレイコに教えてくれるって。またヨミか。だからそいつは一体誰。あ、まるで何か裏で大きな力が働いているのかもなんてね。裏で大きな力。ヨミ、ヨミ、コヨミ、ヒイラギ、コヨミ、オプション付き。お前一体誰なんだ。レイコ、ヒイラギ学園1年無教レイコだよ。鏡先生。ヒイラギ学園1年無教レイコ、オプション付きが送り込んだのか。俺をクビにしといて一体何を企んでるんだ。お前オプション付きに何言われた。何の目的でここに来たんだ。目的何もないけど。は？レイコ、ヨミに言われてここに来ただけだもん。いや、だからあいつが何の目的もなしにそんなことを。でも来てよかった。レイコは今まで面白いって感覚がわからなかったんだ。でもここで鏡に出会ってわかった。このワクワクが面白いなんだね。すっごく楽しくてすっごく幸せ。お前鏡、いや、ワクワク、もっともっと面白いよ、レイコに教えて。誰がワクワクだ。人に変なあだ名つけんの。ねえ、他に漫画ないか。レイコもっともっと漫画読みたいよ。そんなこと言ったっていつも持ち歩いてるのはあの漫画だけだからな。え、うっそ、ヒクスリオシ見つかってる。さすが鏡くん。いや、俺は計算しただけ。見つけたのはこいつだよ。え、そうなの。で、その子何者？さあな。それよりこのラボの中さすがに漫画売ってるとこないよな。漫画ですって。言ったでしょ、このラボは鏡くんのために作ったって。え、それじゃあまさか。アヌメイトの出張所をバッチリ用意してるわよ。マジか。行こう、ワクワク、早く早く。ああ、わかったよ。いら、お店は私が案内してあげるわよ。鏡くんは忙しいの。今日中にやらなきゃいけないことがたくさんあるからね。それなら大丈夫、レイコがついでに全部やっといたから。うっ、だから邪魔しないでくれる。おばあさん。私まだ24なのに。さあ行こう行こう。無罪。おお、地下空間で見るアルメイトは一味違う。五光が差して見えるぜ。ねえねえ、ね、レイコは一体どうすればいいの。お、いいだろう。これからお前にアルメイトの歩き方を教えてやる。お前は今から俺の弟子だ。いいな。わかった、ワクワク。ワクワクじゃない、師匠と呼べ。はい、師匠。何のために戦う、それはよくわからないでも信じてる、誰のために。うわー、面白いがいっぱいだ。ヤマトのくれた職員用カードで買い放題なんて夢みてえな店だな。あ、お、秋葉名物ケバブ屋台。しかも店員が外国人の本格化。ここ極秘の研究施設なのに大丈夫なのか。いらっしゃい。お茶、ホットスパイシーチリソース、ビーフダブルで。レイコも同じの。あ、同じっていいのか。超辛いぞ。
師匠と同じがいいの。かあ、うめえ。あ。だから言ったろ。大丈夫か？大丈夫。楽しいよ。師匠が面白いをたくさん教えてくれるから。昨日までと違ってすごく楽しいよ。だから師匠と同じことするよ。そうすれば玲子はもっと面白く楽しくなるから。お前一体今までどんな生活してたんだよ。玲子はずっと山奥の療養所にいたよ。白くて綺麗な建物で、玲子はそこで特殊能力の検査を受けてたんだ。でも検査なんて毎日同じことの繰り返しだし、何をやらされても玲子は一度見たら覚えちゃうからつまらなかった。でもそんな時、もっと面白い日々を過ごしてみたいと思いませんか？面白い？何それ？それを教えてくれる人に会わせてあげます。だから私の学園の生徒になりなさい、無教玲子さん。無理だよ、玲子はここから出たことないもん。私が出します、あなたがそれを望むなら。玲子は面白いってどんな感覚かとても知りたかった。そしたら昨日突然連絡があって、ここに来いってヨミに言われたの。加賀純一郎って人がいるからって。やっぱりオプション付きは俺にこいつを合わせるために。ヨミの言う通りにしてよかった。だって師匠は玲子の毎日を面白くしてくれるから。玲子はこれからも師匠の言うこと聞くよ。お前もう部屋に戻れ。え、でもまだ。もっと。なんだ、師匠の言うことを聞くんじゃなかったのか？わかった、師匠の言うこと聞くよ。ああ、いけないんだ、女の子泣かしちゃってさ。いいんだよ。あいつ面白いってことがどういうことなのか分かってないからさ。師匠怒ってた？なんでかな、ちゃんと言うこと聞いてたのに。何か師匠に嫌われるようなことした？あ、もしかしてあれ食べられなかったから。もし師匠が何も教えてくれなくなったら、玲子はまた面白いが分からなくなる。そんなのやだ。はうん。エマージェンシーレベル4、サイバー攻撃を受けています。エマージェンシーレベル4。サイバー攻撃って一体何者かがヒックス粒子のデータを根こそぎ奪おうとしてるらしい。そんな、師匠が仕事で使う大事なデータを。お前もう部屋に戻れ。玲子が部屋にいなかったら師匠の言いつけを守らなかったことになる。もしそれで師匠が何も教えてくれなくなったら、玲子は。何があったの？メインサーバーがハッキングを受けています。相手は誰？現在確認中。わかりました。シェルムです。シェルムだ。鏡、私の誘いを断って KEC に着くと、それがお前の答えなのか？IDS および IPS 共に停止。セキュリティシステムの稼働状況を再確認して。自己診断プログラムに次元起動型のウイルスを仕掛けられた。センター内全サーバーにポートスキャンを検知、全ポートが開放されています。コードレッド。くそ、ティムのやつ。ティム、てめえ。カナミ、お前の本当にやりたいことはやはりドア作りだったのかな。ネットワークトラフィックの 97% が占拠されました。このままではシステムダウンします。
よし、俺が誘い込んでやる。敵がダミーに食いつきました。よっしゃ、攻撃対象ダミーサーバーに行こう。メインサーバーをローニ接続から切り離し、順次物理接続も切断。ダミーサーバーへの侵入経路からルートトレースして、コマンドインジェクションで反撃。大量のコードを送りつけてオーバーフローさせる。全機能回復、システムオールグリーン。やったー、ハッキングに失敗しました。少々大人げなかったか。俺の言うことを守らなかったな。それでいいんだよ。面白いを楽しむには自分の気持ちを大事にしろ。誰かの言う通りにしてたりとか言われたからやるとかじゃ、楽しめるもんも楽しめねえぞ。さっきはありがとな。お前が俺の言いつけ守ってたらヤバかったぜ。面白かったな。あ、最高に面白かったです。11郎だ。ティムのやつむちゃくちゃやりやがって、レイコがいなかったらやばかったぜ。さて次回はそのレイコが研究所を乗っ取りやがった。たく、次々と面倒をかけやがって。けどおかげでやっとわかったぜ、教師鏡純一郎の意味ってやつがよ。24次元目俺の教育方針最終回、これが俺の最後の授業だ。